はい、どうもだらけです。今日も相場分析やっていきたいと思います。今日はビットコイン、リップル、イーサリアム、OMG コイン、IOST、ネム、そしてパペットじゃなくて、パレットトークンの方をやっていきたいと思います。はい、今日は全体的にですね、昨日の下落、調整を得てですね、少し反発の兆しは見せてきてるんですけども、まあ、反発が弱い通貨と、結構ね跳ねている通貨というのがあって、まあ、それぞれでね戦略が少し変わってきたりねしてる部分もありますので、そういったところも含めて解説していきたいと思います。そしてまずは記事から、はい、ちょっとね音声さんにねちょっとね読ませてみようと思います。今日はインドネシアなどの新興国が仮想通貨を積極的に導入している。仮想通貨の重要なユースケースである送金や金融包摂が受け入れられている理由のようだ。ファインダー社が17カ国の4万2000人を対象に行った調査では、ベトナムの回答者の 41% が仮想通貨を購入したことがあると回答した。これは調査対象国で最も高い数値だった。さらに、ベトナム人の 20% がビットコイン BTC を購入したことがあると答えており、これも調査対象国の中で最も高い数値だった。ファインダーの調査結果は、東南アジアの国が仮想通貨の導入に積極的なニュースをさらに裏付けるものだ。記報のようにジェーナリシスの調査から、ベトナムは国内総生産GDP で53番目の経済規模にもかかわらず、投資家が2020年に得た実現ビットコイン利益で13位となった。ベトナム人が仮想通貨を購入する動機について、ファインダーのレポートでは次のように指摘した。送金がこの数字に大きな役割を果たしている可能性がある。本国に送金して為替手数料を避けたい移民にとって仮想通貨は選択肢の一つとなっている。またアジア全体で見ても導入率が非常に高く、インドネシアとインドでは回答者の 30% が仮想通貨を購入したことがあると回答。マレーシアでは 19%、 フィリピンでは 28% だった。反対に英国と米国では導入率が低く、それぞれ 8% と 9%。 今回の調査では国ごとの回答者数は1160人から1511人と幅がある。レポートでは各地域の Google のインフラが異なるため、調査が全国を代表するものではないとしている。またブラジルの回答者のに 12% が仮想通貨を購入したことがあると答えており、ラテンアメリカの多くの国でも導入傾向が強いことが見て取れる。ラテンアメリカではインフレの進行、資本規制の強化、財政見通しの悪化などを背景にデジタル資産クラスが急速に拡大している。はい、というねニュースですけどもね、皆さんどうですか、聞きやすかったですか？仮想通貨購入者数でベトナムがトップっていうことで、まあ今記事を読んだんですけども、僕もですねちょっと仕事柄海外の、人材派遣みたいな、に携わっていて、結構ね海外の人と触れ合うことって結構多いんですね。でその時にベトナムの人って、やっぱりねいつも携帯ポチポチしながらですね、そういうチャートを見たりとかね結構やってますね。はい、ですので、まあ、ベトナムの人がねこんだけね 41% ですので、まあ、かなりのね人たちがやってる。まあ、10人いたら4人ぐらいの人はやっていると。でアメリカの人たちは10人に対してまあだいたい1人とか2人ぐらいはやっているっていう感じですね。はい、日本なんかはもう10人聞いたとて、まあ、ほとんどの人がまだやってないと思うんですね。ですので日本にはまだ広がりがね浅いと。今後伸びる可能性はまあ十分ね、母体としてはあると思うんですけど、そういった感じのまあ世界観になっていると。でベトナムの人って、平均年齢がめちゃめちゃ若いんですね。はい、確か30歳とか20代30代がめちゃめちゃ多いんですよ。ですので、
こういうね、新しい、なんていうのかな、未来を見据えた、この、まあ、なんていうんですかね、この仮想通貨の世界観っていうのに、まあ、いち早くね、入り込みやすいような、まあ、国柄といいますか、まあ、文化にもなっているんじゃないかなっていうふうに思います。はい。で、そういったところで言うとね、日本はね、結構疎くて、やっぱりそうですね、まあ、年齢層がね、高いっていうのもありますし、まあ、保守的になりやすいですよね。年齢が高くなってくると保守的になりやすいので、まあ、こういう新しい挑戦というかね、新しいものにこう飛びつくものっていうのが、まあ、結構少なかったりもすると思います。まあ、それがね、こういう記事で、まあ、悠長に現れてきてると思うんですけども、まあ、ニュースとしては、まあ、いいニュースかなと思います。今後もね、どんどん伸びてくる可能性があるっていうふうに示唆してると思いますので、はい。そういった記事になりますと。はい、じゃあ今日も、イーサリアムのバーン数ですねを、見ていきたいと思います。はい、今日はですね、なんと5万イーサーなりましたね。5万887イーサーバーンされているということで、5万と、889になりましたね、イーサーで。今35万ぐらいの価格になっておりますので、これでちょっと計算してみると、178億ですね。はい。178億ぐらいの、バーン数になってきていると。もうちょっとでね、200億いくと思います。はい。すごいね、進んでいると思いますし、まあ、このバーンが行われたらですね、だんだんその価値というものが上がっていって、まあ、要するにイーサリアムの価値というものが上がりやすくなっていくというふうになりますね。はい。一応これがね、キーポイントとしてはですね、まあ、この指標を見てもらえば分かるんですけども、まあ、1月の27日ぐらいから供給のピークに達して、そこから、バーン数と、まあ、ほぼ平行線みたいになっていくと、いうふうな、このね、ここからね、今こうやってずっと上がってきたんですよ、過去。で、供給量は増えていっていた。ですけども、ここがピークとなって、1月27日からはまあ大体横線になるので、それくらいからですね、どんどんあの価格が上がっていく可能性というのはあるというところです。はい、はい、じゃあ続きまして、相場分析ビットコインからやっていきたいと思います。これ1時間足で見ていますけど、一応ね、まあ、3ゾーンを形成してですね、3ゾーン天井ですね、この3ゾーン天井、ネックラインが、520万ぐらいのところだったのを、やはり下、三尊天井の基本は下抜けですので、下に抜けてきましたと。ただ意外と、まあ、ここのね、直近最安値ぐらいまでボーンと落ちるんではなくて、意外と上の方で買い支えられて、また反発してきている。で、三尊天井の一番手前のこの山っていう、ここもね、抜いてきましたので、また上を目指していくんじゃないかなっていう風な形になっております。で、ちょっと不格好ではありますけども、このダブルボトムの形ですね、も形成しておりますので、ネックラインが517万円っていうところにありますので、ここ今上抜けたから、まあ、結構ね、いい感じの、チャートにはなってきていると。まあ、ここで今一旦ね、また売られたんですけども、また反発の兆し見せてきておりますので、まあ、ここがどこまで伸びるか。で、大きな目線で見るとですね、こういうふうにね、ちょっと待ってね。まあ、ここから引かれる上昇トレンドと、上値がですね、結構ね、この上値のこのラインっていうのがね、結構バッチリね、こう決まっていて、上値はね、これに沿ってね、考えていけばいいんじゃないかなと思います。ここの上値の方の線っていうのを上抜けしたらさらに大きな上昇来ると思っていて、で、一応ここね、まだタッチまでは来てないですけども、まあ、2回タッチっていうところで、まあ、底値を、まあ、上昇トレンド引かれていると思います。調整の幅としてはですね、一旦ね、477万円付近まで今だったら、まあ、こうね、落ちてくる可能性というのは、まあ、一応考えとかなくちゃいけないというところになっております。まあ、ただ、横軸で見たときに、まあ、サポートされるようなね、ポイントっていうのがありますので、まあ、ここまで落ちるのもね、なかなか難しかったりもするかもしれないですけども、それはまあ、ファンダメンタルとかですね、そういったのによって変わってくると思います。で、これで見たときに、じゃあ、これから買っていいのかどうかっていう話なんですけども、
まあここ今ちょうどね真ん中のねところに来てて、今上げては来てるんですね。ただこの高値をねこの上抜けるかっていうところをまず見とかなくちゃいけなくて、直近の高値っていうのが526万でしょ。ってことはここを上抜けない限りはですね、もう一度下がってくる可能性あるんですね。上値を重くして下がってくる、ですのでまずはここを上抜けるかっていうのを見てもらって、下がってきたらですね、下がってきたポイントで、買っていく。まあ、前回僕が買うポイントとして言ってたのがまあここですよね。この辺今ね反発してきてる最中に動画撮影していて、これがね、直近の最高値を上抜けるかわからないので、一旦ここは様子見をしておいて、下がってきたら買っていくっていうふうに言いました。ですので僕の動画をね躊躇に守ってる人は今ここのね499万円付近で買って、で今含み益、を結構ね持っている状態だと思います。でまだ乗り遅れてるよっていう方はですね、これと同じようにもう一度、落ちてきた時に買うっていうのが先決ですね。はい。でこれもですね、落ちてきたらダブルボトムの形でまあこう上を目指しやすくなりますし、今度はですね落ちてこなかった場合ですよね、落ちてこなかった場合はこの直近の最高値である226万円をしっかり実体戦レベルで抜いてきたらまあしっかり買っていく、乗っかっていくっていうところです。はい。でとにかくですね、まあ、小さなところの動きではそういった戦略でいいんですけども、まあ、とにかくここをですね、この線ですね、この線を上抜けしたらですよ、まあ、結構強いの来ると思いますし、まあ、それこそですね、まあ、この辺の、まあ、この辺ですね、この辺とか、この辺のねトップをつけた場所まで挑戦してくると思うんですよ。ですので、まあ、結構ねいい、相場にはなっていると思います。ただ上昇ウェッジのこれ、ね、上昇ウェッジなんですよ。これずっとね長く結んでもらったらですね、これ三角持ち合いみたいにこうつながってくるんですけど、まあでもほぼほぼ平行チャンネルみたいな感じでもあるんですよね。まあ相当先に行かないとちょっとくっつかないようなんで、ちょっと伸ばしきれませんけども、まあじゃあこれ平行チャンネルとして見るなら、まあ今のこの考えでいいんですけど、まあこれがね、三角持ち合いみたいにこう、後々くっついてくるっていう風な考え方で見ると、上昇ウェッジの基本は下抜けなんですよね。ですので、まあ、いつかはこの、平行チャンネルを下抜けてくる可能性というのはありますよね。まあ、いつかは抜けるとは思うんですけどね、もちろん。はい。ただここを先に上抜けて上昇に向かうのか、それともここから下げてくるのか、そこはまあこの、チャートを見ておけばいいかなというふうに思います。はい。はい、じゃあ続きまして、リップルです。はい。リップルは大きく、上げてきましたっていうところで、まあ、僕はね、145円付近っていうところがやっぱりも、意識されますよっていうところで、まあそこまで上がるよって言ってたんですね。で145円っていうのがどこかというとここ付近ですと。はい。でここがまあバッチシね、まあ、2円ぐらい1回上抜けはしたんですけども、すぐ売り叩かれて、で上値を重くして今ねもやついてるんですけども、まあまさに今これ短期で見るとこの三角持ち合いの形を形成しておりますよね。こういう風にこの三角持ち合いを、まあ、あと1時間2時間ぐらいの間にどっちかに抜けると思いますので、それの抜け方によってですね、どっちに行くかっていう指標が、まあ、一旦のね、短期的なトレンドとしてはまあ決まってくるのかなというふうに思います。下抜けてくるのであれば、直近の129円のこの場所と、で、120円ですね、次は。そして、直近の最安値である102円。っていうところ、まあ、この3段階で考えておけばいいと思います。はい。それぞれで落ちてきた時に、まあ、反発があったらですね、そこで買っていく。でもここ下抜けるようであれば、生還で、またここ反発するなら買っていく、下抜け反発するようであったら買っていくっていう風にすればいいと思います。で、まあ、その、各々でやっていくっていうのもいいですし、まあ、資金力がある方はですね、この120円ぐらいのところまではですね、結構、効いてる、ここで買い支えられる可能性高いと思いますので、まあ、1段階落ちて、ここで玉を入れて、落ちてきたとしてもですね、そのまま玉は持った状態で、もう1段階下げてきたこの120円でも買っとくと。いうふうにですね、
下げてきてもですね、どちらかというと買っていくっていう戦法で取ってもいいかなというふうに思っております。はい、ただこの120円を切ってきたらですね、まあ、一旦逃げた方がいいですよね。結構ここの間はね、結構大きく開いておりますし、まあここまではさすがに落ちすぎだろうというところで、まあ結構ね悲観が走ると思いますので、まあ、そこはね、よく見た上でトレードした方がいいというふうに思います。はい、まあとにかくこの三角持ち合いがどっちに行くかっていうところをまあ非常にね警戒して、まあ、もうちょっとこういうふうなね、ちょっと線がずれてますけど、まあ、こういう感じになってると思いますので、そこをまあ注視しておいてください。はい、じゃあ続きましてイーサリアムですね。まあ、イーサリアムもどっちかというとですね、上昇ウェッジみたいな、まあ、形をしてるような感じなんですね。ここじゃない、すいません。まあ、もやもやしだしてからですね、まあ、結構緩やかな、地上げをね展開していて、この中でね推移しているという感じになっております。バチバチにねこの中で推移しておりますのでね、ですのでこの中で、どうなるのかという展開を見ていくと、一つは、まあ、横軸で見たときに、ここのネックラインをここ今ちょうど上値をね重くしているこのラインを抜けるかというところが、まあ、非常に、今ね大事な展開です。なぜかというと、まあ、ダブルボトムですね。このダブルボトムは基本上抜けですので、ここを抜け切らないことには、まあ、なかなか上を目指せないということです。価格としましては36万4000円のところですね。はい、ここを上抜けるか否かです。でもし無理だったらまたね落ちてきてくる可能性あってですね、落ちてきてもこのやっぱ上昇トレンド上で、まあ、買い支えられるだろうなと、34万2000円とかですね、そういったところです。で落ちてきたら今度はですね、この三尊がちょっと気になってくるんですね。三尊天井は基本下抜けですので、今度この上昇波が、まあ、上抜けできずに落ちてきたときはですね、結構注視して見といた方がいいと思います。で、ここ抜けたらですね、一旦ね、トレードは外れてもいいかなというふうに思っております。はい。僕もここを一旦抜けたらですね、玉、短期、まあ、中期で買っている玉に関しては、まあ、一回利益確定してもいいかなというふうに思っております。はい。それぐらいですね、やっぱここ結構効いてると思いますので、やった方がいいと思います。はい、まあ、この上昇波に対してのこれもちょうどこの辺でね被ってくるんですよね。ですので、まあ、この上昇トレンドとさらにはこの平行チャンネルで作られる上昇トレンドっていうのがあって、ここをね2つ割ってくるわけですから、まあ、相当悲観が走るのはまあもう誰が見てもね分かるようなチャートになっていると思いますので、ここを抜けたらですね、上の方で買ってる人は、まあ、特に、一旦逃げてもいいと思いますし、まあ、買い支えられたらですね、まだ上を目指していけると思いますので、そういった展開で、戦略組んどけばいいかなというふうに思います。はい、はい、じゃあ続きました OMG コインです。 OMG コインはですねかなり調子が良くてですね、一応長く続いている、まあ、このね上昇トレンド上を推移していて、直近のね高値を更新してきたんですね。他の通貨がまだね更新していない中、OMG コインがこうやってね上げてきてるんですよ。で僕昨日も言ったんですけども、今日草コインとかサブコインですね、他の通貨が今上げてきていると、IOST だったり、まあ、それこそね、NEM とかですね。まあ、ちょっと上昇率としてはね、少ないんですけども、結構そのサブ的なコインが、まあ、あんまり下げずに、まあ、上げてきている。その中でも OMG コインは直近の最高値の、632円を抜いてきたというふうになっておりますので、まあ、かなり好印象にはなるというふうに思います。で、一旦調整が入ったとしてもですね、この上昇トレンド上で、ここで買い支えられるような状態になるかと思いますし、下げてきたらまあ悲観に走るので、まあ、一旦逃げた方がいいと思うんですけども、まあ、ここで買い支えられたらですね、またここは買い場になってくると思いますので、買いたい方はそこまで待っとけばいいと思います。もしくはですね、この上昇トレンドがまたね、さらに次の時間軸で、陽線でね、実体線レベルでしっかりね、また伸びてきたらですね、そこは乗っかっていっても一旦いいかなと思います。
でまたポンと下げる可能性あります。こういうサブコインっていうのは一旦上げてもストーンと下げる可能性ありますので、その時は633円っていうところを損切りラインにして、設定しとけばですね、問題なくトレードできるのかなと、リスクも少なくねトレードできるのかなというふうに思いますので、まあ、ぜひ参考にしてもらえたらというふうに思います。はいはい、じゃあ続きまして、ネムです。はい、ネムですね。ネムがですね、今まさになんですけども、僕が言っていたですね、ちょっと冷やしに戻るんですけど、ここですね、ここの、トップをつけてたこの場所っていうのを、まあ、今これ抜いてきたんですね。ですので一旦の上昇波が来ると思います。ここを上抜けしたんで、この価格としましては、23.8 円付近を抜いてきましたので、まあ、結構ね、好印象で、まあ、本来のチャートですと、まあ、上げてくると。で今こんだけね、今上げて売り叩かれてないので、まあ、ちょっとね、まあ、様子見は必要なんですけども、まあ、上げてくる見込みはあるかなと思います。で次がの抵抗点が26円ぐらいなんですね。ってなるとあと2円幅ぐらいはですね上がる可能性あると。でさらに26円を上抜けできたらですけども、その時はですね29円ぐらいまで行くと思います。ただですね、出来高がまあ前よりは上がってきてるんですけども、そんなに入ってるわけでもないんですね。そこが懸念材料で、抜けてからですね、本来なら上がるはずのチャートが、出来高によって上がらないぞと、意外と上がらないぞってなったらですね、悲観売りが始まって、逆にねこの抵抗体としてはですね一気に下げてくる可能性っていうのがありますので、まあ、このね、この歓喜に、ここを抜けたという歓喜にどれぐらいの人が乗っかって買ってくるかっていうところがですね、今後の見方になってくると思います。で今買っても2円幅ぐらいしか取れませんので、まあ、26円を上抜けできたらですね、結構買っていってもいいと思うんですね。もう今この状態で買うかっていうと、まあ、ちょっと様子見が必要かなと思います。はい、1つ目の1回目の、まあ、歓喜なんで、この歓喜が本物かっていうのを確かめた上で26円を上抜けしたらですね、あ、これはこんなもんだっていうことで買っていけばいいというふうに思います。26円でね、あ、乗り遅れたなっていうふうにね上がってきて思った人は、おそらくですけど26円付近っていうのは一旦抵抗帯でね、押し目がつくと思いますので、買っていきたい方はそこで押し目買いをするっていう風な形でいいかと思いますので、まあ、ぜひ参考にしていただけたらという風に思います。はい、まあ、これだけのねお椀を作って上に来ましたので、まあ、チャート的には結構ね上がってくる見込みはあるんですけど、まあ、ただいかんせんね、まあ、この29円付近というところが、まあ、結構効いてくると思いますので、そこをねしっかり上抜けできるかというところを今後見ていったらいいかなというふうに思います。はい、じゃあ続きまして IOST ですね。はい、はい、IOST です。 IOST もじわじわ上げてきて、まあ、きっちりとね、高値を切り上げて、まあ、上がってきているっていう感じです。一応線を引きたいんですけども、はい、まあ、こういう風なね上昇トレンドと、で IOST もですね、意外とこのねここから作るねこういうね上昇ウェッジみたいな形になってるんですよね。はい、はい、こんな感じです。はい、このね上昇エッジで、まあ、じわじわ上げてきてるんですね。で一旦ここポンと抜いたんですけども、ここはねやっぱ効いてるっていうことで売り叩かれたりしてるっていうのもありますので、またこの中に推移して戻ってきたという感じです。で一応ここがねもう狭くなってきていて、まあ、日付としましてはあさってですね、8月の18日、午後4時ぐらいまでにはここの決着がつくんじゃないかなと思いますので、ここがね上抜けするのか下抜けするのかで、まあ、展開が全然変わってくるよっていうところです。怖くない方はですね、しっかりあのチャートを見れる方はですね、今玉を入れといて、ここのね上昇ウェッジ下抜けたらもう即退散で、いいと思います。単純にね、ただこの上昇ウェッジの、基本は下抜けって言われておりますので、まあ、基本をね覆して上げてくる可能性十分あるんですけども、まあ、ただ、下抜ける可能性が
まあ、デフォとしてはありますので、そういったことで、まあ、しっかり見とくよと、見た上で判断するよという方はですね、今静観しておいて、上抜けして実体戦レベルでちゃんと上がってきたら乗っかっていく。で、しっかり下で支えられているなっていうふうに判断できたら買っていく。その手法でいいかと思います。はい。まあ、このね、壁をね、ぶち破いたら、まあ、4円台、頑張ってくれたらですね、行く可能性というのがぐぐんと上がってくるかなというふうに思いますので、まあ、ぜひそういった感じで、まあ、見ておいたらいいかなと思います。はい。はい、じゃあ続きまして、パレットトークンですね。はい。パレットがですね、まあ、1円、2円幅ぐらいでね、結構値動きが最近ね、ちょっと乏しくなってきているっていう状態にあって、まあ、こういうね、下降トレンドと、で、下値がね、こうやって、底値が、まあ、大体固まってきたんですね、こういうふうに。はい。ですので、まあ、この形はですね、まあ、三角持ち合いの中でも、ディセトラって言ってね、ディセトラっていうのは、この下降ラインと底値が固まっている、この横軸のラインで引かれるこの三角持ち合いなんですけども、ディセトラの基本は下抜けなんですね。ただですね、ディセトラでも、こういうふうにね、強い反発をして上抜けることって全然あるんですね。ただ今、上値を試して、このディセトラが効いてる、この下降ラインが効いてますので、今ここちょうどね、1000タッチぐらいで売り叩かれて、今は来てますよね。はい、いやこれはもう見てわかる通り、この線がこれだけね、意識されているっていう証拠ですよね。で、この下はね、何回も試しているので、ここも一応、皆さんが注意している線だと、いうことがわかりますので、ここがどっちに抜けるかというところです。で、この日付としては、8月16日の23時ですので、夜の11時ぐらいまでには決着がつくよっていうところで、それまでにはですね、ですので、ここら辺の攻防というのが気になってくると思いますので、で、結構ですね、この底固めが結構強いようにも見えますので、まあ、ここがね、すごい、強い抵抗体になるのであれば、ストーンと一回上げる可能性あります。で、上げてきたらですね、一応ね、基本は下抜けって言いましたけども、ここを上抜けできたら、かなりね、結構強い上昇波が来る可能性があると思っていて、それがなぜかというと、この63円の、まあ、一個条件はあるんですけどね、この63円のネックラインですね、このダブルボトムを形成してからの、ここの 62.9 円ですね、よく、まあ、63円ぐらいですね、を上抜けできたらですね、まあ、ダブルボトムも、まずはこの下降ラインを脱出したというのと、ダブルボトムが、まあ、成立したっていうところで、この2つの要素で、まあ、結構、買われていく可能性っていうのはあるかと思います。はい。ですので、このディセトラの、まあ、基本といってもですね、全然上がることはありますので、基本はっていうだけですのでね、基本はそうですけども、まあ、いろんなね、ファンダメンタルだったり、チャートのこの中での攻防の、結果だったり、そういったのにもよって変わってきますので、で、今ね、結構強い反発で上値試したりもしてますので、全然ね、買いが入ってないわけでもないわけですね。って考えると、まあ、上抜ける可能性もありますので、今買うというよりはですね、ここ下、今上値がね、てっぺんついたばっかりですので、下まで落ちてきてからですね、買っていく。また反発してね、買い支えられるような場面で買っていく。もしくはここを上抜けして、僕はね、上抜けしてもちょっと様子見た方がいいと思います。ここを上抜けしてから、さらにこのボトムですね、この 62.9 円のネックラインを上抜けしてから乗っかっていけばいいと思います。ここで乗っかってもですね、一旦ここのネックラインで売り叩かれて、またね、下を目指して、下手したらこの三角持ち合いに戻ってくる可能性だってありますので、まあ、そこはね、すぐ乗っからずに、その上のですね、ネックラインまでちょっと伸ばして待ってたがいいと思います。はい、その戦略でやっていくと、まあまあ、リスク少なくですね、やっていけるんじゃないかなと思いますので、ぜひ参考にしていただけたらというふうに思います。はい、ということで、今日も相場分析してみました。僕が使っている取引所はビットバンクとコインチェックを使っております。いつもね、紹介しておりますけども、概要欄に載せておきますので、
ぜひ登録してみてください。なんでこの、2つを、まあ、僕ね7個ぐらい、取引口座持ってるんですけども、なんでこの7個の中で、この2つを紹介しているのかと言いますと、ビットバンクがですね手数料が安いんですね。で手数料が安い上に、差し値取引ができてアプリが使いやすい、っていうのがあります。そして、コインチェックの方は取り扱っている通貨の、まあ、量がですね、日本の取引所の中では最も多いんですね。でさらに言うとこのパレットトークンみたいに、まあ、新しいねコインチェックでしか買えないコインとかありますし、新しい取り組みもやっております。ブロックチェーンの技術を生かしてですね最新型の、まあ、日本で一番最初になるんじゃないかなというような取り組みがですね、結構行われるというふうに言われておりますし、実際にもう始まっているサービスもありますので、ぜひね今登録しておくと、まあ、お得なんじゃないかなと思います。もしかしたらですね会員制とかなる可能性もありますし、まあ、じゃあ会員制はもう今あるんですけども、会員のね料金が取られたりとかですね、そういった可能性もね今後ね流行れば流行ったしこう、まあ、そういったことが可能性としてはありますので、まあ、今はね無料で登録できますのでぜひやってみてください。そんな感じです。ということで、今日も相場分析、やってみましたので、チャンネル登録と、いいねボタン、いいと思う方はやってみてください。はい。でなんかねよろしくないなと思う人は全然バッドボタン押してもらって構いませんし、言いたいことがある方、聞きたいことがある方はコメント欄にね書いていただけたら、今後の励みになるのでよろしくお願いします。ということで今日も相場分析を終わりたいと思います。おっす。